どうも、お酒は二十歳になってがまさやんです。こんばんは。2022年の5月の11日でございます。久々ですね。こだわりレモンサワーレモンド、普通サイズです。ホームランじゃないです。馬塩レモン飲んでみます。家にいるとき、私 YouTube がずーっと自動再生で流れてるんです。まあ、単純に面白いし、まあ、YouTuber やらせてもらってるので勉強にもなるしということで、いろんなジャンルを見るんですけども、最近は結構ね、都市伝説系みたいな多いですかね、見るの。先日のこの第三国志のコメントでちょっと調子悪いって言った時に、神社飯バトラーさんのなんか対策見て、対策お願いしますって書いてあって、何のことかさっぱりわからなくて検索かけたら、どうやら YouTuber のようでした。で、結構都市伝説系に近いというかね、ちょっと違うけど、ちょっとアンダーグラウンドの内容もありながらの、ザックバランな感じの独特な方のね、喋りで、なかなか興味深いものがあったんですけど、はい。ありがとうございました。あとは最近アマプラで、銀河遊伝説を最初から、昔のあのビデオ版、大学生の頃、仲のいい友達とですね、ずーっとね、レンタルでビデオ借りて、見てた記憶があります。銀河英雄伝説のことを喋ったらね、もうものすごいことになるので、私のね、歴史と合わせたら、なんですが、まあ言うても2、30年前の話ですからね、小説読んだのも。小説2回読んでですね、文庫版と新書版。忘れちゃってるんですよ。まあ、三国志とかも全部そうなんですけど、結構忘れちゃってる部分が多くて、知識が乏しくなってるので、銀河英雄伝説のストラテジーゲームがね、出るんですよ。まあ、やるかやらないか、まあ、やるはやると思うんですけど、続けるかとか置いといて、やっぱ知識としてね、復習しときたいなと、待って見ております。はい。まあ、相当長いんですけど、毎日ちょろちょろ。今、アムリッツァとか終わって、ガイエスブルクか、今。帝国側の、まあ、内乱、まあ、惑星同盟側の内乱もあるんですけどね、その時。ちょうど2つの惑星内乱が起こってる時の、らへんをちょっと見ております。懐かしいなと思う。はい、以上。第三国志です。千尾くなんでお休み中でございますね。はい、お休みしております。まあ、こういう時間もあっていいのかなと思いますね。はい。で、まあ、現在の状況なんですけど、私は、まあ、来期、行くところは決定いたしました。はい、主人隊で行くところは決定いたしました。で、現在人数の調整に入っております。エントリーなんですけど、まだ確定はしてないんですけど、いよいよね、13日が来るんですけど、ここは、まあ、スルーします。で、その次のグローバルで行くかなという感じだと思います。はい、まあ、結構大きな同盟で、まだちょっと詳しいことは申し上げませんけど、かなり大きい同盟です。はい、楽をね、狙うということで、私も魅力を尽くしていきたいと思います。はい、で、5月13日以降に千尾くに入るところがあるんですかね。で、結構ご連絡いただいてて、一緒に戦いたいです。ありがとうございます。まあ、現在人数調整中ですので、ぜひ、参加ご希望の方は早めに、ご連絡ください。はい、主人戦。ね、まあ、戦備変えられて、そこで。まあ、今ちょっと名手はサバーカの黒もみじにしてるんですけども、ご連絡いただくか、あと、まあ、Twitter とかロビとか、そういったところでご連絡いただければといいと思います。まだ若干余裕はあると思います。はい。で、この併合射席だっけ、ここは13日、はこれグローバルですね。まあ、ほとんど日本同盟はいない状況で悲しいというところでございます。はい。しかしもう私は戻れないわ、日本には。で、最近ですね、ツイッターの公式の方なんですけど、新しいもうね、制服の情報が出てるんですよ。早すぎかと思うところもあるんですけど、この併合の方ね、英語の一番最初の入った人たち
まだシーズン終わらないと思うんですけど、言うてもね、シーズン中盤とかに差し掛かってるんですかね。だん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 こうエントリーを僕ら遅れてってるんで、ね、いよいよ私らも一回り、制服、一回り遅れる可能性も十分に出てきました。ただ、選考で入ってる数はかなり少ないんでね、そこら辺どういうふうに調整するのかなと思います。この併合射席ともう一個の新しいシーズンを同時に出して、あと5月18日大型アップデート来ますよね。そこで、まあ、新制服の、まあ、練習のシーズンです。いわゆる S3 から、S2 から来るか、S2 から来る人たちの3つとかね、同時開放とかなるんでしょうね。はい。5月18日メンテナンス後。これクライアント更新のアップデートですかね。来てますね。ちゃんと忘れずにお願いします。まあ、地図とか、季節移り変わり、光と影の変化とかね、書いてありますけども。まあ、いろんな仕様とかね、戦法、武将の方もね、変わってくるので、まあ、かなり大型のアップデートかなと思っております。はい。で、その次の併合の、併合はまあ、兵器を使うシーズンなんですけども、その次がなんかね、関所がないっていう、ね。まあ、ロード・オブ・ザ・リング、そんな感じなんですけど、まあ、関所がないっていう。ただ、新年正代かといえばそうでもない感じで、ちょっと読んだんですけど、まあ、城と城の間に感動っていうのがあって、結ぶね。城と城が感動みたいになって、まあ、そこをなんか城と城取ればなんか繋がるみたいな感じで、まあ、すごいそういう感動がいっぱいあるんですかね、城と城の間に。そこをどん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 取って、進んでいくという形なので、まあ、関所がない代わりに、そういったの向上がめちゃめちゃ大切になってきて、どん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 向上して、まあ、勢力範囲を広げていくっていうシーズンですね。なかなかこれも面白そうです。これがすぐ出るんだったらそっち行ってもいいと思ったり、個人的に思ったりするしますし、まあ、併合は併合でそういう兵器とか使うのもなかなか興味深いなっていうのもあって、はい、困ったなというところではございます。でもおそらくね、まだ来ないです。さすがに今の制服さすがにあんまり参加してないんで、まあ単純でもその今までって最新のシーズン来たら、まあ、そこに、まあ、行かざるを得ない状況だったんですけど、やっぱ線引くはね、選択肢を増やすことがやっぱり僕はね、いいと思うんですよ。だから、もう一回やりたいっていうね、決勝中限とかね、決勝とか、8人数、もう一回やりてえよっていう人もね、いるでしょうし、やったことない人もたくさんいると思うんですよ。これもちょいちょいね、その練習制服シーズン終わった人向けにさ、開放しても、これ本当にいいと思う。それは1サーバー分ぐらいしか集まらないかもしれませんけど、それでいいじゃないですか。いいと思うんですけど、はい、なんか結局アジアサーバーになってもそんなにこの線引くが変わってない。まあ確かに絶対数は増えたんでしょう。なんかシステム的には全然変わってないなって、その日本サーバーにいた時と、これもうちょっと考えていきたいと、いただきたいと思います。はい、ということでね、おそらく明日エントリーがあと何時間でしたっけ。これエントリーあと15時間なんですよ。これグローバル、日本ジャパンの方が出てないですよね。だいたいなんか1日遅れで出るじゃないですか、5月14日で。ジャパンの方がなんて出てないかなって思うんですけど、まあ、だいたいこのスパンでいくと5月20日かな、5月20日グローバルが出てくると思われます。まあ、そこら辺でエントリーしてやっていきたいですね。まあ、来季本当まったりやりたいんですよ、僕は個人的には。で、分隊長はもう確定してますけど、はい、でもまあ大型アップデート来てからもね、いろんな変化がすごい僕はプラスに捉えてる方なので、楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで、お酒は私なんてかません。